なんかね、ひーちゃんにリハ中にね、ツンツンさんのショールーム見ましたって言われて、あ、そうなの？って言ったら、いや、やっぱひーちゃんの圧可愛いよねって言ったのね。そしたら、どうやってあんなに圧できるの？みたいな。しかも可愛いじゃん。なんか絶対に来てくださいとか、そういう圧じゃなくて、本当に可愛らしい。で、ファンの方もそれでこう、応募しようとかなったり、可愛い、応募しようって思ったりするじゃない。だから教えてもらったの。そしたら、サンさんはまだ圧が足らないですって言われて。え、あれが足らないの？って言ったら、じゃあ、ひーちゃんだったらどうするの？って言ったの。そしたら、例えば、7月24日のサンブセーラー服、皆さん応募しました？応募しなかったら、私その日お話し会行かないですよ？って言うんだって。もう、可愛いと思って。で、そうやってできるんやと思ったの。 だから私はそれを学んだの。が言うね、みんなに。7月24日の3部のセーラー服の部、告白もね、しちゃうし、されちゃうしの日なんだよ。で、もし、もうね、本当に、みんなが みんながその日、応募して、もし完売出なかったら、私、絶対その日もうお話し会やらないから。 その日、絶対行かないので、覚悟してください。なので、全体に来てください。どうですか？私の圧。圧かかりました？皆さん。やばい、応募しに行かなきゃ。じゃあ、そうするね。みんなが、この日、完売してくれなかったら、私は絶対に行きません。お話し会に行きませんので。それでも、いいの？それでもいいんですか？ダメですよね。じゃあ、絶対に。たくさん応募してください。待ってます。こんなんでいいのかな。画面アップにしたら熱っぽいよ。わかった。こう。絶対に来てください。よろしくお願いします。どうですか？熱感じました？ぜひよろしくお願いします。終わった。もうみんなが来ないな。私出ない。これです。るんです。 すみません、失礼いたしました。